バカ野郎。はい、こんにちは、速稼塾の久保です。最近ですね、なんか10万円を全員に給付みたいな話が盛り上がっていたりとか、手を挙げた人だけにあげるみたいにね、麻生大臣が言ったりとか、いろいろあるんですけども、その中でね、杉村太蔵さんって方が10万円一律給付に大反対してるんですよ。みんな10万円もらえてなんか悪いんですかねと思って聞いてみると、私は5人家族で50万円、一方で派遣切りにあった一人暮らしは10万円、強烈な格差を生み出すって言ってますよね。で、記事の内容私読みませんけども、このタイトルだけでね、杉村太蔵さんでもそういうふうに格差を生み出すって思うんだったら、私は5人家族で50万円っていう、その50万円をね、受け取らないって選択もできると思うんですよ。もしくは受け取った後で派遣切りにあった人にあげればいいんじゃないかなと思うんですよ。で、杉村太蔵さんだけではなくてね、そういうふうに強烈な格差を生み出すっていうふうに問題を持ってる人は、格差を生まない方向で自分にもらったお金をね、もともとないもんですから、これをそれを自主的に誰か自分のね、気に入った人っていうかね、あ、この人お金ないなって人に、あ、じゃあ自分のお金50万もらったからあなたにあげるよっていうふうにあげればいいんじゃないかなと単純に思うんですけども、それではダメなんですかね。杉村太蔵さんは50万円は50万円で自分もらった、やった、派遣切りの人に10万、かわいそうね、格差が生み出されてるじゃないか、こんなのなくてもいいんじゃないのっていうふうな発想なんですかね。格差を生み出すんですかね。だってあれでしょ、相対速度変わんないと思うんですよ。派遣切りにあって、例えば手持ちのお金がね、3000しかありませんって人に、杉村太蔵さんがね、50万円もらおうが100万円もらおうが、派遣切りになった人が今3000しかないところに10万円もらえたら、別にいいじゃないですかね。強烈な格差を生み出すんですかね。生み出さないと思うんですけど、私は相対速度一緒ですからね。どうなんですかね。もっと言ったら、もうお金十分裕福な人が、こうやって杉村太蔵さんみたいにお金持ちの人がね、50万もらっても、ああよかったで済むんですよね。気持ちの喜びってのはあんまり大きくないんですけども、派遣切りになった人がこの瞬間10万もらったら、どんだけ感謝感激かですよね。でその深い喜びを、ちょっとね、所得の少ない方は得て、お金が十分ある人は、50万ぐらい、まあどっちでもいいよねみたいな感じであまり喜ばないと、いうことを考えると、どう考えても10万円全員に配った方が、なんかね、格差できるんですかね。強烈な格差ってどこでできるんですかね。全然できないと思います。1人当たり10万なんで、ね、相対速度一緒ですからね。それをね、私は何回考えてもそうとしか思えないんですよ。格差を生み出すってのは、5人家族に例えばね、150万で派遣切りになった人には3万円みたいなね、これは格差を生み出しますよ。どうなんですよね、これは。一律10万円給付、どうしてそんなに強烈に反対するんでしょうか。どこに格差がどうできるんでしょうか。で、生活支援策としても景気回復策としても大反対ですと明かしたと。いろんな意見があるんで、こういう考えがあってもいいんではないかなと思いますけどもね。なるほど。で、国民全員に配るのは公平なようで強烈な格差を生み出すと持論を展開した。どうなんですかね。私は強烈な格差っていうか、1ミリも格差が生まれないと思うんですけども、いかがなもんでしょうか。皆さんはどう思われます。私はちょっとこれは、杉村太蔵さんは私顔が似てると言われたこともあるんですけども、考え方は似てないなと思っております。ありがとうございました。